1998年の独立宣言から121年目になる12日、フィリピンの主権を踏みにじっているとして中国に対する抗議行動が展開されました。今年の独立記念日は例年とは違っていました。首都圏マカティ市では抗議集会が開かれ、参加者は中国国旗を燃やして121回目の独立記念日を祝いました。中国領事館の外に集まった人々は、中国がフィリピンへの影響力を行使し、フィリピンの領土を盗もうとしているとして抗議行動を展開しました。カシーニョ元下院議員です。フィリピンは独立国家です。しかし中国は我が国の独立を脅かしているのです。我が国の主権を踏みにじっているのです。このようなことはとても受け入れられません。それなのに我が国の政府が苦労して勝ち取った独立や主権を主張しないことには落胆していますし、まさに悲劇です。ドゥテルテ政権は中国との間で南シナ海における領有権問題を抱えているにもかかわらず、中国との関係を強化しようとしています。ドゥテルテ大統領は1898年6月12日の独立宣言をフィリピン歴史における最も重要な出来事として捉えています。声明文の中で大統領は、人々が安全で安定しかつ繁栄した社会で自由に生きることができるような国が本当の意味での独立国家であるとしています。一方、ロブレド副大統領はマニラ市のルネタ公園で行われた独立記念日の式典に出席しました。式典で副大統領は、独立のために戦った人たちのことを忘れないように、彼らから受けたインスピレーションをもってして国づくりに協力しようと述べました。